形と明暗だけ、ここを切り離しちゃう。ここだけでまず無理材料という。形と明暗だけできれば無理材料できることは、あまり濃くならないようにね、同じように白いところは残しておいた方が、黄色をのせたとき最初のこの塗りのときに、まあ、黒なら黒ってことで、あの またさっきと同じようにこうね、基本的にあの土台に色がついてるんで同じ色をのせていけばいいはずなんですよね、うん、こういう形であの濃い色を使った方がよりあのこのグリザイっていうものの意味が分かると思うんだけど、オキサイドオブクロミウムとかカドミウムとかそういうちょっと不透明がかったような色系よりは透明度の高い色の方とかに関してはまあ、理屈上は、こんな感じ、仕事の進める彫刻みたいなものを騙し絵的に描くものと、うん、こういうふうに最初からもう最こういうふうに仕上げるんだっていうの場合と、あの下書きとしてこういうふうにやっておいて、この上に色をつけていくっていう、まあ、2つパターンがあります。どうしたときに選ばれました。大丈夫ですか。一つの建物の色がこうちょっと複雑なときに一つ一つ色を塗り分けているよりは、一旦こうモノトーンみたいな。目を細めているのはある程度モノクロっぽい。左半分はちょっと軽くて。光が当たってるところですね。やっぱりここ腕のあたりと比べてやっぱりもうちょっと濃くていいですよね。鹿もね、あの向こう側にいる鹿も濃くして、でもああいうなんか、うん、あの濁ったような色じゃない、白が混ざった色ですよね、あれって。白が混ざってる、でもどこもそうなんですけど、ちょっと濁った白が混ざったような色だから、どうするかな。先に見るとね、イエローカーと青が混ざるとちょっとグリーンがかかるわけやる、はい、下地が白いところはこうイエローカーに出ればいいんだけど、内側に来て青と混ざってきたら、これ自体はもう少しこうまとまって濃くして、ここの向こう側が明るい感じに、あ、ここが濃くて、あの少し隙間があって、うん、これはまあこういう形でね、あの、はい、光を浴びている方で、ね、